どうも、キタリサの藤井亮です。右手のミュートを劇的に上手くする方法。はい、どうも、改めましてギタリストの藤井亮でございます。今回ですね、右手のミュートっていうのをですね、劇的に上手くするための方法ということでですね、ちょっとお話を進めていきたいと思います。前回の動画でですね、このギターのミュートって重要やで、でそのやり方ってどんなんやっていうのをですね、基礎編という感覚でですね、ちょっと一歩上げさせていただいてます。で今回はですね、その中でも右手のミュートっていうところをですね、より効率的にですね、練習するための方法っていうのをちょっとお話ししていきたいと思います。今までもですね、ギター関連、音楽関連とかですね、いろいろ動画の方を上げさせていただいておりますので、ぜひ動画のチェックとかチャンネル登録とか、あとこんな動画見てみたいわとかですね、いろいろあったらですね、コメントもいただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあ早速行ってみましょう。じゃあ早速ですね、本題に入っていきたいと思います。まずですね、このギターというもの自体は、実際に鳴らしたいと思っているもの以外の弦を鳴らないようにミュート、音を鳴らさないように工夫というのをしていかないといけないんですね。で、それのやり方っていうのを、前回ちょっと別の動画でお話をさせていただいたんですが、それをよりしっかりと右手のミュートっていうのができるようにするための練習方法っていうのをちょっとご紹介していきたいと思います。で、結論から申し上げると、チョップという奏法を使っていただきます。じゃあそのチョップを使った練習方法っていうのが何なのかっていうところ、ひたすらチョップで弾きまくれっていうことですね。これはもうどういうフレーズであったとしてもです。オルタネートとかでバーって弾いてるやつをね、さすがにチョップでどうこうっていうことはなかなかないですけれども、単音弾きとかで弾いたりするフレーズとかがあれば、それをすべて、このチョップを使って弾いていただく。6弦5弦とかになるともうチョップする場所がないので、4弦から下の1弦までですね、4弦3弦2弦1弦。そこの部分っていうのを弾くときにはもう常にチョップを使うっていうのをちょっとやっていただきたいんですね。もうシンプルにペンタトニックなぞってるようなイメージの、こんな感じでですね、もうただただペンタトニックなぞっただけになっちゃってますけれども、もうこんなんでもいいです。やっぱり最初のうちっていうのはこの弦はうまくいくけれどもこの弦はうまくいかない、っていうのが結構あったりするんですね。なので、そこの部分を見極める。自分何が苦手なんかっていうのも、踏まえて、理解するためにも、今の感じで適当にペンタトニックなぞっていただくのもありやと思います。ただ、それ以外にも、自分が、よく弾いてるフレーズとかでもいいんですけれども、すべてこのチョップを使って、弾いていただくのもありやと思います。例えば、カエルの歌とかでも全然いいんですけど、こんな感じでですね、チョップでひたすら弾くっていうのもありですね。今みたいに、至るところで、使えるところに関しては全てもうチョップで弾くぐらいなんですね、気持ちでやっていただくと、結構そのすぐに右手のミュートの感覚、いわゆる別の弦が鳴ってしまっているようであれば、いわゆるそのミュートがうまくいっていない。で、実際にミュートがいつもできてるのかどうかっていうところの判断っていうのが結構しやすくなるんですね。実際に、チョップをせずに弾いたりしてる場合っていうのは、ミュートができてなかったとしてもそこの弦を弾いてるわけではないので、シンプルに気づかないっていう場合が結構あったりするんですね。で、ただこのチョップというもので弾いてしまうと、確実に今ちゃんとミュートができてたのかどうかっていうところの判断がしっかりしやすかったりします。なのでこのチョップっていうのをひたすら練習していただきたいんですね。で、あと、このチョップを練習することによって、ダイナミクスの一つの手札になります。俺も最初、チョップっていうその奏法ですね、を知った時には、なんじゃ俺かっこええみたいな感じになって、もうめちゃくちゃ常にアドリブ弾く時とかでも、あいつめちゃくちゃチョップするやん。ずっとチョップで弾いてるやん。みたいなぐらいめちゃくちゃ多用してました。もう今となってはね、さすがにここで、勢いつけたい。がっつりと聞かしたいみたいなところで、このチョップを使うみたいな形で、精査するような形になりましたけれども、最初のうちは結構使ってました。バカの一つ覚えって言ってしまうと、ちょっとそれまでですけれども、
まあ、実際にチョップという奏法を覚えてひたすら使っていただくことによって、まずチョップを出したい時に出せるという、自分自身の手札っていうのをまず増やすことができると思うんですね。で、最終的にそれの出しどころっていうのはやっぱり使えるようになってから覚えていくっていうところもあったりすると思うので、ひたすらチョップの練習をするっていうのをですね、心がけてやっていただくといいと思います。おさらいをさせていただくと、右手のミュートをよりしっかりとできるようにするには、チョップという奏法を使って鳴らしたい弦以外の上の弦をミュートしてブリッと弾くっていうやつですね。これをしっかりできてるかどうか、その時に、行き過ぎてしまうと、いわゆる実音の鳴らしたい音までミュートしてしまうことになりますので、実際に鳴らしたい音だけがちゃんとミュートして、このチョップという奏法ができてるかどうか、そこをチェックしてください。で、それができるようになってきたら、もうそれを体に馴染ませるためにですね、もうひたすらチョップで弾きまくる。で、ダイナミクスをつけるための一つの要素でもありますので、まあ、それをうまく今後活用できるようにですね、どこでチョップ入れるとかっこよくなるのかっていうのもちょっと考えながら、いろいろ練習していただくと、よりかっこいいギター、より自分が弾きたいと思ってる、ギターの表現っていうのができるようになると思いますので、ぜひ試してみてください。では、これで、以上でございます。今回の動画も良かったと思っていただいた方はですね、高評価、チャンネル登録、ぜひ、あとコメントの方もですね、改めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では、ギタリストの藤井亮でございました。また別の動画で何かあったらお会いしましょう。さらばじゃ。